ナイナーズのホームタウン太白区長町の駅前に集まったのは200人を超えるブースター。新シーズン開幕へホームタウン協議会が決起集会を行いました。皆様よろしくお願いします。バスケといえば長町ってこう皆さんに言っていただけるように僕たち頑張りますので力強い応援よろしくお願いします。クラブ創設20周年の節目にもなる今シーズン、決起会後は選手が商店街などを回り地域への協力を呼びかけました。ナイナーズは来月5日ホームでシーズン開幕を迎えます。